はじめましての方も、におめまして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい、本日は質問コーナーでございます。本日の質問はこちら。かしまわりさんの現時点での上位から中位陣のグループ分けをチームごとの完成度、対応力、戦略的視点からお願いいたします。はい、ではこちらの質問に答えていきたいと思います。はい、なかなかね、難しい質問がやってまいりました。まずその上位から中位陣のグループ分けということで、おそらく、まあ、今後優勝争いなのか ACL 圏内の争いなのかっていうところのグループ分けとかだと思うんですけれども、まあ、その辺のところで、まあ、少し見てみると、まあ10位ぐらいまでで分けさせてもらうような話にさせてもらおうかなと思います。まず、優勝争いですけれども、まあそうですね、川崎、名古屋、横浜、F・マリノスあたりはもう優勝争いになってくるのかなっていうようなイメージですね。でまあ、そこに時点で、まあ、FC 東京と鹿島がどうついていくかっていうような構造になっていくのではないかなっていうふうには思っております。というのも、じゃあなんで今首位の FC 東京が真っ先に優勝争いに入ってこないんだっていうかっていうと、 FC 東京この後地獄のアウェーロードが続くんですよね。で、そのところの手前で勝ち点を稼ごうという試みで、多分おそらくこの前半戦相当コンディションを上げてきていて、今ちょっと落ちかけている時期、なんですね。なのでそこら辺のところをちょっと鑑みると、もしかすると今後勝ち点を落としていきやすくなってしまうチームに一つ入れてしまってもいいのかなっていうふうに思うところなので、そういったところに入れてきましたよと。で、まあ、川崎は言わずもがな、まあ、あれだけの選手層を持ってますし、まあ、これから少し夏に人員整理等々ある可能性はありますけれども、まあその辺のところで、まあ、彼らがどうなるかどうかっていうところですね。で、ま、名古屋はもう、ジョーがちょっと離脱がどれだけかかるかどうかっていうところですけれども、まあそれでも安定した戦力を持っていますっていうところですね。はい。で、まあ、F・マリノス自体はもうチームの形が完成されているけれども、少しムラ気があるっていうようなところはありますけれども、チームの形が完成されてきているチームっていうのは夏場に強いので、今後勝ち点伸ばしていく可能性が出てくるっていうところですね。で、まあその鹿島がどうしてついていくっていうところになっていくかっていうと、ちょっとまだ夏場の戦い方が定まってきてないっていうのと、まあ、戦い方に少し懐疑的な目で鹿島として見てるからっていうのが少しあります。ただし、その我々が考えているようなサッカーが今後展開されていくのであれば、十分に優勝争いに絡んでいく可能性が出てくるというようなイメージで鹿島アリとしては見ております。で、ここにどうして大分が入ってこないかっていうと、まあ、ちょっと大分のサッカーを見ていると、2巡目に関してはそこまで J1 甘くないよと研究されたら、2巡目で、まあ、大分は要するに結局のところ選手の質で戦っているわけではないので、まあ、その2巡目のところで、大分ちょっと苦戦するんじゃないのかなっていうようなイメージをちょっと貸し回りが持っているというところですね。で、まあ、今の現在の10位ぐらいまでのところで、あとは ACL 争いになってきそうなのかなって思うところっていうのは、まあ、広島が今後どう立て直してくるのかっていう部分と、あとはまあ得点源を失った札幌が今後そこのところをまあ補強したりおそらくしてくると思うんで、そこからどういった形になっていくのかっていうところ。ただちょっとセレッソはトクラがいなくなったのが非常にでかいというようなところがあるので、まあこの辺のところは難しいのかなっていうようなところですね。で、湘南は思ったよりちょっと失点数が多いというところで、まあ、今後夏は彼ら強いんでどれだけ勝ち点伸ばしてくるかなっていうところですけれども、まあ、札幌までですね、今の1位から8位の札幌ぐらいまでがところが、まあ、ACL 圏内の、まあ、3位4位のところまでこう争って戦っていくのかなっていうところですね、だと思っております。
で、まあ、全てのコンペティションが残っているのが、まあ、FC 東京と名古屋と鹿島というようなところなので、まあ、このチームはね、全てどこ見ても選手層ちゃんと厚いですから、まあ、それをどう使いこなしていくのかなっていうようなところは非常に興味深いところではございますね。はい、まあですので、まあ、このチャンネルはね、鹿島アントラーズのチャンネルなので鹿島の関係で話すると、まあ、鹿島としてもこれだけまだ勝ち点を落としてきてますけど、今後可能性がないわけじゃ全然ないと思うんですね。むしろ今季は少しあのベースが下がると思ってるので、勝ち点のそのところが、まあ、70届かないんじゃないかな、下手しい65とかで止まるんじゃないのかななんていうイメージがあるんで、あのそういった意味では全然まだチャンスはありますし、今後の巻き返しっていうのは全然できるところですので、まあ、この後の鹿島のそのどういった戦い方をするのかっていうところですね、そこのところに少し注目していきたいところなのかなっていうふうに思っております。はい、本日はこちらの質問に答えてまいりました。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、鹿島アリを応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。